皆さんこんにちは。日本聖書協会の飯島です。聖書に聞くコロナ時代を生きるためにと題してオンラインインタビューをお届けしています。今回は佐藤優子先生のインタビュー最終回です。疫病と日本文学、文学を読む意義、先生の最近のご研究についてお話を伺いました。クリスチャンが人口の 1% にも満たないとされる現代の日本では、キリスト教あるいはその聖典である聖書は日本の文学あるいは文化にどのような影響を与えていると思われますか？そうですね、現代文学とキリスト教、聖書ということであれば、八木重吉、それから堀達夫、椎名林蔵、大原富江、三浦綾子、遠藤周作、小川邦夫、加賀乙彦、園綾子たちが挙げられるかと思います。また本当に現代の作家ではクリスチャンではないんですけれども、松浦理恵子さんの献身、犬と書いて身体の身で献身というんですけれども、この献身という作品はゲーテのファウストに登場する悪魔、メフィストフェレスをうまく取り込んでいて、インターテクスチュアリティ、これカンテクスト性の問題っていうんですけれども、テクストの意味を他のテクストの関連によって見つけ出すっていうことなんですが、このテクスト間相互関連性で言えば、こういう取り入れ方っていうのはたくさんあるかと思います。やはりヨーロッパの文学というのはダイレクトに、キリスト教がテーマになっていくんですけれども、日本の場合はイメージも含めてですね、間接的ではあるけれども、さまざまな面で取り入れられているという感じがします。あと特筆すべきは現代文化ですね。それの漫画とかアニメというのがキリスト教とか聖書というのが題材となる作品がたくさんあります。で、少し古くなりますけれども、悪魔くんとか、あと漫画のエヴァンゲリオンなんかでは、ヨシュアキの、ジェリコの壁などですね、本当にすでに様々なウェブサイトが立ち上がっているくらい、キリスト教のイメージとか、聖書の文言というのを利用していると言われています。あと私、これは私の大学で、日本文学とキリスト教ということで、漫画、中村光の聖徒兄さんという漫画をやはり一つのテキストとして使っています。2000年の世紀末後にイエスとブッダがなんと有給休暇を取って、日本の立川のですね、立川です、本当に立川の松田ハイツというところで、バカンスを、2人でバカンスを取っているという設定なんです。で、これはすごいところは、キリスト教と仏教の非常に正確な知識、あるいはさまざまな出来事を取り入れていて描かれている一方で、イエス・キリストとブッダが有給休暇という具合にですね、非常にもう正確、ものすごく正確で精緻なエピソードと知識ということと、その本当に現代を今の21世紀の日本の現代に生きているというですね、作品には非常に壮大なアイロニーというのが描かれているんですね。で、一つどんなふうに面白いかっていうと、私今アイロニーって言いましたけれども、お客様は神様ですっていうタイトルの漫画が一つありまして、あまりの暑さにイエスとブッダが住んでいる部屋にはクーラーがないんですね。それでファミレスに行って涼もうということで、何時間粘ることができるかということで、イエスもブッダもそれぞれ本当になんかごめんなさいって気を使いながら、すごい時間を粘るんですね。そしてさすがにイエスだったかブッダでしたか、こんなに長いこと言ってごめんなさいって言ったら、店員さんがね、いいえって、お客様は神様ですからって、すごくおかしいと思いません？本当の神様に向かって、いや本物の神様、僕たちのこといつバレたんだろうって言うんですよ。だからすごい、これなんかは本当にアイロニーだな、お客様は神様ですっていう、私たちが聞き慣れたフレーズが非常に爆笑ネタとして、それからきついアイロニーとして、迫ってくるというような内容になっています。楽しい話ありがとうございました。
まあ、キリスト教国ではない日本の方が、まあ、聖書に対して、まあ、いい意味でも悪い意味でもオープンというか、まあ、キャラカンとしていて、まあ、聖書の用語や人物がいろいろな形でモチーフとなったり、作品のそこかしこで、まあ、無邪気に使われたりしているっていうような、うん、まあ、印象を受けました。そうですね、はい。日本文学に疫病をテーマあるいは背景としたものっていうのはございますか？私が印象に残っているのは漫画なんですけれども、日だまりの木という手塚治虫の幕末を舞台にした長編にコレラが大流行したエピソードがあったっていうの、これがすごく印象に残ってるんですが。はい、疫病と日本文学ということであれば、古典文学、例えば日本書紀とか、まあ、蜀日本紀などの、まあ、古典古代ですね、いわゆるクラシックっていう時代の文学や歴史書にも記述が残っています。また今飯島さんが挙げてくださった手塚治虫の日だまりの木っていうのは、1858年の安政5年のペリー率いる黒船艦隊の中の確かミシシッピー号の乗組員が、まあ、上海からコレラウイルスを持ち込んで、まあ、100万都市江戸で10万人から30万人の推定ですけれども命を落としたと、まあ、されていますよね。歌川広重も確かこの時に亡くなって、コレラで亡くなっているんですが、この構図、つまり未知のウイルスが外来者、つまり人と物の交流によって運ばれるという構図が、今私たちが直面しているコロナフォビアというんでしょうか、新型コロナウイルスをめぐる差別やバッシングを生み出しているのだなと思いますね。また近現代文学と感染症ということで言えば、日本は幸いなことにペストの被害というのは、まあ、明治時代以降最小限に抑えられていたんですけれども、明治以降の近現代文学では結核が若い人が罹患する感染症としてさまざまな文学作品になっています。まあ、結核の集団感染の、まあ、事実とか事件としては、生糸を生産する製糸工場の女工さんたちですね、がいます。さらに徳富ろ過のホトトギス、婦女器というやつです、ホトトギスとか、正岡子規の病床六尺とか行画満録ですよね。次にあと、いわゆる、サナトリウム文学になるかと思います。で、堀達夫の風立ちぬ、そして同名のアニメ、宮崎駿が作った風立ちぬもありましたよね。それから福永武彦の草の花や、三浦絢子さんご自身が結核、脊椎カリエスですね、を患って、そこから元気になられて評点をお書きになっていた、なっておられました。ですから私たち自身もまだその渦中にいるので、あんまりなんか上から目線というか、今後の展開がどうなるかというようなことは避けたいと思うんですけれども、やはりこの新型コロナウイルスが収束したら、新しい生活様式とともに新しい芸術、まあ、とか新しい文化の形式というのも生まれるのではないかと考えています。今回のコロナ、確かに私たちにとっては試練だと思うんですけれども、これまで その社会の在り方を考え直す良い機会じゃないかなとは私は思います。先生は文学は実学であると、お考えと聞きました。文学を読むこと、学ぶことの意義についてお話しくださいますか？はい、文学は実学であるっていうことをあちこちで話していて、文学は実学であるの伝道者だとも言われているんですけれども、やはり国語とか文学のやはり学問であるってことに対してちょっと懐疑的なんですね。で、特にですね、2022年から2022年度ですねから施行される新学習指導要領の改定というのをめぐってですね、さらに高校国語の選択科目が再編されて、国語表現、論理国語、文学国語、古典探究の4科目になるってことが決まったんですね。で、この4科目の中からだいたい2つ教科書選ばれるという形に、各高校を選んでいくという形になるんですけれども、古典探究、
センター試験というのがあまり大きく変わらなければ古典の出題がありますから古典探究が選ばれる。そうすると、まあ、論理国語と文学国語どちらが選ばれるかというと論理国語ではないかということを予測してですね、この決定をめぐって日本文芸家協会と日本近代文学会などの16学会ですね、これが反対表明を出しました。でその論調というのが、実学が重視され小説が軽視される、それから近代文学を扱う時間が減る、人文知を軽視するということへの危惧がほとんどで、まあ、積極的にいやいや違うんだよ、文学ってこれだけ役に立つんだよってことを文学の果たす効果ですね、その効果と役割を主張するものではなかったんです。で一方文部科学省史学館の一人はこの新学習指導要領改定について実社会で求められている国語の能力を育てることに配慮しました。でちょっと略中略です。社会に出て会議や折衝の場面で小説や物語詩歌をそのまま使うわけではありません。そのため、教材には社会生活に必要な解説文や記録、報告書など論理的、実用的な文章を扱いますっていうんですね。これ2019年10月14日付の朝日新聞の朝刊ですね。そこから引用しました。で、結局社会生活に必要なものは解説文や記録、報告書などの実用的なもので、文学は実社会で求められるものではないという主張を展開したわけです。で、確かに漱石の我が輩は猫であるとか坊ちゃんが、あるいは心が私たちの心を揺さぶって情緒に訴える力を持っていますけれども、確かに会議や折衝の席では役に立たないと思います。源氏物語もしかりです。で、また文学が英語でフィクション、作り物、虚構と訳されていることも文学は実学ではないという主張に影響しているようにも思います。しかし文学が作り物、虚構だからといって現実世界で役に立たないことにはなりません。さっき森鴎外のかのようにという作品紹介しましたよね。現実は虚構に満ちていますよ。それから現実世界でのコミュニケーションも社会を成立させている人間関係もその内実は相互の立場や役割などに応じて変化する作り物、虚構だからです。これ本当に国語高校の国語の時間で出前授業で派遣されるときに必ず言うジョークではあるんですけれども、皆さんが高校生の女の子たちや男の子たちにお小遣いの値上げを頼むときに皆さんやっぱりとびきりの笑顔と丁寧な言葉を使いませんかっていうわけですね。え、お小遣いあげろって言うんじゃなくて、ごめんなさい、クラブ活動でお小遣いが足りないの、あげてくださるって絶対いい言葉で頼むよねって言うと大体ドカンって笑ってくれるんですけれども、でそもそも、まあ、話を戻しまして、そもそも文学作品を読み解くということは想像と推測のプロセスであり、読者は隠されたつながり、関係性を見つけ出し、空白部をうずめ、憶測を立て、自分の予測というのを確認しながら作品を読み進めることなんですね。これはかなり複雑かつ論理的な思考が要求される行為なんです。読んだ前の部分を覚えていないと読み進めることできないんですよね。ですから21世紀の文学作品は作家研究や、これ皮肉ですけれども文部科学省を含めた世間一般が想像するような単純で感覚的な作品研究、そんな作品研究じゃなくて、あらゆる文学作品の背景に存在する歴史的、文化的、社会的状況、どんなコンテクスト、文脈だったかを踏まえた上で、そこに描かれている人間を成り立たせている社会的関係性、言語的関係性を読み解くことが主流となっているんですね。文学作品が人間の情緒、感情を揺さぶる力を持っていることが、
文学作品を読み解くのに論理性は不要であるということを意味しません。同じではないんです。文学作品を読み解くということは感性とか感覚だけで成し遂げられるものではないということになります。これが混同されているところに、まあ、今回のちょっと心配ですよね。高校からそのような教育になったら本当にどうなるのかしらと思うんですけれども、まあ、これが混同されているところに今回の新指導要領改定の一番の問題点があるのだと考えます。で、作品から得ることができるさまざまな情報を分析し、論理的思考を駆使し、自分の思考を他者に的確に伝えるために言語化して、それを発信することにこそ文学を学ぶこと、文学を読むことの最も重要な意味と意義が存在するわけです。で、夏目漱石は文学は人間が生きることそのものであると草枕の中に書いています。で、その漱石、朝日新聞社の新聞小説家になる前は大学の先生でしたから、さっき何度も出てきます、東京帝国大学での講義の中で文学理論のコーザリティという因果関係、因果律に触れています。さっきの質問の聖書の物語性の中でもお答えしましたけれども、やはり文学作品のプロットというのはこの因果律を軸として組み立てられます。ですから、つまりそれはどういうことかというと、因果関係を見ようとする、因果関係が存在すると考えるのは世界を理解して受け入れるための人間の自然な反応なんですね。ですから文学は人間にとって不可解でランダムな世界を因果律、因果関係によって再構成しようとする試みでもありますし、あらゆる文学は全くの空想であったとしても何らかの形で現実を受け入れようとする人間の願望にも関わっているわけです。まさに文学は先ほども言いました、自分の思考を的確に他者に伝えるために言語化する、論理的思考を駆使する、構造、情報を分析するというですね、本当に社会に出て自分を高め役立てることのできる最も基本的な実学であると同時に、まあ、人間がこの人生を生き抜いていくために必要不可欠な役割を果たしていると考えています。これは私の個人的な関心なんですけれども、スマホなどの影響もあるのか、子どもの国語力、日本語能力が問題となっています。先生がおっしゃるように、文学を読んで学んだことを表現していく、アウトプットしていくためにどんなことが必要だと思われますか？すごくいい質問ありがとうございます。結局読まないと書けないんです。だからもうね、漫画でもいいんです。漫画ってすごいんですよ。文字情報だけじゃなくて、映像表現っていうのは映像言語っていうのがまた別にありますから、うん、もうとにかくたくさん読むとアウトプットできるようになるんですね。だからもうそれ読ませるのは、子供が面白いって夢中になるものであれば何でもいいと思いますよ。とにかく読んで読みまくるってことが大事ですね。で、読むと結局考えるこ、まあ、考えながら読みますし、つまり、自分の思考、子どもたちにもよく言うんですけれども、理解するっていうのは人に説明できないと理解できないっていうのは、これどなたも学校の先生方言うことだと思うんですけれども、まさにすっごい面白かったって言ったら、どこがどう面白かったかってことに入っていくわけです。それで教えてとか言うと、多分本当にここがこういうことで面白かったってことを彼らの中で、読んだ読者の中で、きちんと再構築、整理されていくわけですよね。ですから本当にうまく書くためにはたくさん読まなければならないってことはよく言います。結局文学作品って何が書かれてるかっていうと、本当にどんな時にどんな感情を抱いてどのように振る舞うかってことをめちゃくちゃたくさんのサンプリングしてくれてるわけですよね。ですから私はだって人生で
どれだけの経験ができるかっていうと、そんなにたくさん失恋もできないし、失恋するたびに、その愛してる人と心中もできません。人間は一回きりの人生ですから、うん、ですからその時に何を考えるか、まさに読むということは本当にたくさん の間接経験が増えることですよね。実際にそうは生きられないかもしれないけれども、間接経験ができる。ですからその時にどう振る舞うだろうか、自分ならどう考えるだろうかっていうことの、まあ、サンプリングでもあるし、本当にお手本というんでしょうかね、示してくれていると思います。だから本当にアウトプットができるようになるためにはたくさん読むことですし、たまには家族と、今本当にステイホームが言われているとしたら、うん、同じ漫画を読んで聞くだけでいいと思いますよ、うん、それをネタにお話しするだけでも、お家の中で決して強制とかしないで、どう思うっていうことをもうおしゃべりするだけでも十分な整理になると思いますよ。だから文学は直接経験の限界を補うという意味で、たくさんの間接経験が増えることですし、人生のサンプルであるしという感じでしょうかね。先生が書かれたものでおすすめのものはありますか？また先生が現在執筆されているものなどございますか？はい、文学は実学であるということを先ほどの質問でつい熱くなって語ってしまったんですけれども、これを分かりやすく高校生向けに書いた新書、主人公はいない文学って何だろうって、これフェリスブックスがあります。でフェリス女学ありがとうございます。フェリス女学院大学の企画広報課というところに、企画広報課ですね、直接お申し込みいただくか、多分紀伊国屋書店とか純駆堂でも手に入るかと思います。ぜひお読みいただければと思います。あと再来年になるかと思いますけれども、漱石のアイロニーで初期作品解読っていう、私の漱石研究が解読シリーズとというものがあるんですけれども、その3冊目の論文集を刊行する予定でいます。今のところはそんな感じですかね。まあ、先生の書かれたこの主人公はいないこの新書を拝読いたしましたけれども、その文学という学問の対象の広さやアプローチの多様性っていうのが分かって、本当に目から鱗の内容でした、うん。佐藤先生、ありがとうございました。こちらこそです、日本聖書協会オンラインインタビュー、聖書に聞く、コロナ時代を生きるために、今回は佐藤優子先生をお招きしてお送りいたしました、次回は旧約を担当された浦野洋二先生をお招きする予定です。どうぞお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Facebook もやっています。今後のイベントの詳細についてはこちらでもお知らせしていく予定ですので、フォローいただければ幸いです。